夢ラジオ第573回、今日は平成29年7月15日土曜日です。時刻は午後4時。外は明るいですよ、土曜日の午後。私もこの放送が終わったら緑道に走りに行ってきましょう。真夏になったら緑道走りもできませんが、まあ今なら。街は明るく、しかし遠くは霞んでますね。あ、午前中と違って午後少し丹沢の稜線見えています。マンション前の森は眩しく輝いてますね。夢ラジオ573回、今回は高校紹介、高玉社を取り上げます。高玉社中高、高玉社、まあ玉社って呼ばれますからそう呼んでおきますよ。中高一貫の男子校です。目黒線や東横線、あるいは田園都市線等の電車乗ってると、ローマ字でね、高玉社学園と書いてあるあの紺色のカバン持ってる高校生いますね、男の子たち。あれが玉社生ですよ。なんかどの子見ても真面目そうですよね、あのカバン持ってるやつら。うん、まあ日々出会う玉社男子、ヘラヘラしたやつ見ないですね。校訓も誠実、礼上、質実剛健。まあヘラヘラ男子が生きにくいんですよ。近藤誠って人、これは明治の六大教育家に数えられます。うん、その近藤誠さん、この人が作った蘭学塾、それが高玉社になったんですよ。近藤誠が蘭学塾作ったのが1863年ですから、文久3年ですね。あの幕末ですよ。ほんでその近藤先生はあのオランダ語の達人だったんですね。村田蔵六に習ったようですよ、オランダ語は。後の大村益次郎ですね、村田蔵六さんって。まあ村田に習ったってことはオランダ語も進歩するでしょう。大村益次郎の、まあ村田蔵六な、村田蔵六のオランダ語の翻訳っていうのは当時でも一品だったようですね。何のこと言ってるか分かんないみたいな訳本いっぱいあったのに、そのね、原書が同じなのに何のこと言ってるか分かんないみたいな訳本いっぱいあったのに、それを大村益次郎がね、すいません、村田蔵六、同一人物ですよ、村田蔵六が訳すとさっとこう、あ、なるほどと、あ、これはこういうことかと、まあ語学の達人ってことは、その彼に薫陶を受けた近藤誠さんもそりゃうまくなりますね。その高玉社塾に代わり
関東大震災で焼けちゃったので、このっていうか今の場所に来たんですよ。不動前の駅からすぐです。不動前ってどこか分かりますか？目黒から目黒線に乗って1個の駅ですよ。要するに西五反田ってとこですね。高局舎、だから明治に入った時にはもうすでに塾としてあって、それがだんだんと高局舎中学となっていったんですね。この高局舎中学は海軍兵学校の予備校的存在。あ、なるほど。だから局舎のね、生徒、制服、帝国海軍の制服なんだ。その通りです。ボタンがなくて上から下までズンとする制服、帝国海軍の制服ですよ。駒場東宝もそんな制服でしたね。玉社もそうです。帝国海軍の制服を模したもの。さっきから言ってるように海兵への予備校、海兵14期の鈴木貫太郎、海兵15期の宝部武、広瀬武雄、竹下勇、海兵18期の加藤博晴、海兵24期の大隅峰雄等等ですね。もう海軍にはもう揺るぎなき高局舎人脈がありました。戦前のことです。そんな高局舎、戦後に高局舎中高、まず学校の名前はね、攻めるって字ですけど、これ磨くという字なんですね。攻めるという字なんですけど、これは磨く、つまり多山の石を持って玉を磨くなり、多山の石を持って玉を磨くなり、つまり人の振り見て自分を直せと。人のことキャーキャーもう悪口言わなくていいから、批判もしなくていいから、ああこういうことを教えてくれてるんだなってことで自分を高めていきましょうと、自分の中の玉を磨いていきましょう。そういう学園です。不動前から近い男子校、正門入ると4号館、左に緑のグラウンドがありますよ。で3号館には屋内運動場とかね、室内温水プールありますよ。あれ綺麗ですよ。室内温水プールとか屋内運動場、そして自習室、あといろんな事務のこととか理事長とか校長とかっていう、そういうお部屋もここですね。でもうちょっと行けば2号館、ここは理科の教室、あと柔道場剣道場も2号館で、玉社のメインはその左の1号館、これが7階建て、地下も2階、1階は生徒ホール、食堂、いいなぁ。講堂は地下2階、広い、図書室あり、情報科教室あり、あと普通教室がここね。
中庭になってる、中庭がある中庭を囲む、そういう形式なんですよ。つまり炉の字になってるわけですね。吹き抜け構造、7階まで、屋上は庭園ってなんかすごいですね。屋上には庭園、うん、綺麗ですよ。あそこいろんな花が、まあ、季節によります、季節によりますが、5月頃だと綺麗な花咲くそうです。うん、私はその5月頃に行ったことがないので、うん、まあ、屋上に庭園でね、その庭園で採れた植物なんかを標本する、その標本室みたいなのもありますよ。標本室は確か2号館だったかな。うん、不動前って場所がいいし、設備もさっきから言ってるようになんかすごそうですね。ここで男同士こう互いを磨きながら6年間、これは悪くないかもしれませんよ。玉舎男子、胸のところにはね、あれ交渉なんでしょうか、玉っていう字がちょっとこうあのデフォルメされたようなマークだからすぐ分かりますね。あの胸のマークでも、おこいつ玉舎かみたいな。東大は10名以上行きます。15名とか20名行く場合もありますよ。ですから塾で玉舎の子に会えば、まあ、大概東大クラスにいますみたいな。でたとえね、慶応とかに進学していっても、東大クラスにいたけど、まあ辞めたと、あるいは落ちたと、東大落ちたと、浪人は嫌だ、だから総慶のどっかに行くんですっていう、そういう感じですね。だから最初から総慶で塾に来るみたいな人は玉舎少なく、やっぱり圧倒的に東大志望で、東大には10名から20名、東工大も10名、一橋もまあ5名ぐらいですか。だいたい学校の実力がわかるでしょう。男子御三家の次あたりが玉舎なんですよ。その男子御三家の次あたりっていうと、他にも芝とか行政とかあるじゃないですか。だからその芝や行政と玉舎は進学実績で争ってますよ。東大に10名ちょっと、一橋も5名から10名で、玉舎私立はすごいですよ。私立は早稲田100名以上、一人でいくつも受かってると言いながら、早稲田に100名以上、慶応にも100名以上、総計合わせたら200名を超えます。だから玉舎生にとっては総計は軽いんですよ。うん、総計は第一志望じゃないんですよ。昔は海軍の、予備校だったと、で質実合計なんだと、チャラチャラしてないんだと、うん、それは言えるでしょう。多分その校風は今からも堅持していくと思われますがですね、まあじゃあ今の玉舎の男子がですね、そのガッチガチで気をつけしてるかっていうと、そうでもありませんね。まあ現代は現代なんですよ。まあ今までに出会った玉舎の人たち、そうですね、面白い人多かったですよ。さっき言ったように東大クラスに行って東大志望なんだけどダメで慶応に行きますみたいな、するとその報告にはね、すんませんとかって来るんですよ。なんか玉舎の子、何を思ってんのか知らないんだけど、すいませんみたいな、これ一人じゃなかったですよ。これ東大ダメだったとかって、別に謝る必要ないじゃないですか、で頑張ったじゃないですか、慶応でいいじゃないですか、なんだけど、まあそんな感じの、うん、
どうしてんでしょうね、彼らも。最近玉社の人会わなくなりましたね。もう来てくれてもいいのになーなんて教室に思ってもいるんですけど、まあこればっかりは私が玉社に行って、おいみんな塾に来ないかと PR することあたわず、まあ扉を叩いてくれること待つしかありませんね。夢ラジオ第573回、今回は不動前にある男子校講玉社取り上げました。ご視聴ありがとうございました。